押しに行ったのはタック左の足入った、コラ蹴ってる、上手投げはどうだ。北海道発牛乳パックで紙相撲。2020年7月8月場所、これより中日5日目幕下トーナメントの取り組みであります。清見丸に大阪を見通し、東方清見丸岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋、西方大阪を見通し大阪府出身大阪部屋、これより幕下トーナメント2回戦の取り組みであります。駿河屋さんそこだとダメなんですよね駿河屋さん、そこちょっときついんすよね。ここしか座るとこなかったんすよね。もうちょっと端のこの辺どうすかね。ここですか。あ、刺さらないですかね。その卵さんを、卵スティックさんをちょっとね、別の手がいい、ちょっと外してその辺どうですかね。あ、いいです、そこならいいです。別に映る必要もないんで、むしろそこだとフェリスコープ配置だと映るんで、フェリスコープだと邪魔くせえな。あ、まあ大丈夫か、まあいいか。ガのすごい端っこ映ってるんで大丈夫ですから。後で呼びますから、すり返しさん。すげえ端っこ映ってる。牛乳パックで紙相撲実況中継です。7月8月場所は中日5日目の取り組みをお送りしてまいります。実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。なんかこのアンクルじゃあるとな。ちょっと下げなきゃダメな。下げてちょっと上げなきゃ。全体的に家が普通なんですね。こんな感じ。上げすぎてね。上げすぎてね。ね、ああ、カロツって言ってたんですね。ニコ玉の方、たくさんコメントもありがとうございます。ありがとうございます。拍手までいただいておりまして、ありがとうございます。力士がようやく一体完成しましたって、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。松竹さんもありがとうございます。ありがとうございます。お箱参り行ったんですね。ありがとうございます。幕下トーナメント2回戦の取り組み、お送りしてまいります。清見丸はシードでありました。そして大阪お見通し、こちら一つ勝っています。勝った方が来場所十両昇進あるいは返り咲きです。制限時間いっぱい、よろしくやって、今日は流れぶつかりました。お見通しです。大阪は清見丸、清見丸に軍配です。物言いです。タックイング、勝負審判、元横綱タック、清見がまだ耐えてるんすよね、実は今。耐えてました？あ、はい、じゃあ、清見までですか？はい、ん？あ、今耐えてる。まあ、今はもう出てるんですけどね。出てる。はい、で、この時はまだ耐えてて、で、家がビャって
この時まだ多分耐えてるんですよね。カメラでもね、これ映ってないんですよね、出てるかどうかがね、あの、お見通しの方もね。で、キューマルもあんまり見えないですよね。でも、お見通しが出ちゃう、そうですね。軍配どっちでしたっけ？清見丸ですね。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は清見丸に上がりましたが、大阪お見通しの足が先に出ており、軍配通り清見丸の勝ちであります。清見丸。ただいまの取り組みは大阪お見通しに踏み出しがありましたので、清見丸の勝ちであります。軍配清見丸です。まあ、際どいっちゃ際どかったんですけどね、これもね。大きい分という感じがありましたね。清見丸が残っていました。清見丸勝って、十両返り咲きをこの時点で決めています。大阪お見通し、惜しくも敗れました。次回9月の幕下昇進トーナメント出場です。ウリスージラに大阪プチバナナセカンド東方ウリスージラ岐阜県出身ウェルコミュニティひだべえや西方大阪プチバナナセカンド京都府出身京都べえや幕下トーナメント最後の取り組みであります。今日はこの2番だけです。幕下トーナメントウリスージラが一つ勝ってここに来ています。シードでありました大阪プチバナナセカンドは十両返り咲きを目指します。制限時間いっぱいです。よしみやっていきゃ流れぶつかりました。流れ流れ突き放したプチバナナセカンドですが、これも際どい。うわナナセカンドセカンドリング物いい物いいです。タックイング審判もてこりのタック、また微妙でした。これはもうほぼ同時じゃないですかね。すごいんじゃないですかね。まあ同時だと思いますよ。これはもうこれはもう同時だと思いますよ。すごい主張ですね。これちょっとね微妙ですもんね。メッセージが出てるって出てます。そうですね、取り直しましょう、はい、ただいまの競技についてご説明します。行司軍配はプチバナのセカンドに上がりましたが、倒れるのとウリスージラの足が出るの同時と見て取り直しいたします。取り直しです。ここは取り直しでした。幕下から白熱です。勝った方が十両です。来場所制限時間いっぱい。よしみやっていきゃ流れ流れ流れ潜っていくのがプチバナナ。下がったなウリスージラです。浴びせはどうか。大阪プチバナナセカンド、イゾリ決まっています。ただいまの決まり手はイゾリ。イゾリで大阪プチバナナセカンドの勝ち。残っています。ここは大阪プチバナナセカンドが十両返り咲きを決めています。ウリスージラ惜しくも敗れています。幕下のこれで準々決勝進出力士が4名決まっています。コロラドクーグズアメリカ出身、そして御殿場猫ニャン静岡出身、清見丸岐阜県出身、そして今勝った京都府出身の大阪プチバナナセカンドの4名が決まっています。2回戦の続きはまた、6日目以降となります。幕下トーナメント行ってまいります。また、一つただ置き方が違うのはないかっていう話なんですが、プチバナナセカンドの置き方が違ったんじゃないかっていう話が出てました。そうだったんじゃないですかね、きっとね。勝ったからいいかい。これは取り直した方がいいやつだね、でもね。取り直しでしょうか。取り直しましょう。というわけで勝ったは勝ったんですけども取り直しです。大阪プチバナナセカンドの置き方が違ったってことで、今ちょっと印をつけてくれてますね。そうですね、と間違えるようだと、ちょっと貼り方と別ちょっと別に向き書いておかないとあれだな。そうですね、
教えてくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。少々お待ちください。最近は本当に記事がね、いろんな形で、そして置き方もいろいろ皆さんのこだわりがあるので、間違えることも出てきましたね。そうですね。名前の向きとちょっと逆だからちょっと書いておかないとダメだなこれ。そうですね。ペンが出ない。その間ニコ生ペンゴ親方夏バテ中さんありがとうございます。ニコニコおかけいただいております。そんなバナナをいただきました。ありがとうございます。幕下トーナメント2回戦取り組み直しとなりますね。取り直しです。ウリスウジラと大阪プチバナナセカンドの相撲、置き方が違うというご指摘をいただいたので取り直しです。まあ結果勝ってはいたんですけれども取り直しとします。牛乳パックで紙相撲実況中継。その間にこちら紹介をしましょうね。基本ルールです。身長 6.5 センチまで、片足の長さ 2.7 センチまで、しこ縄地域にちなんだものを含めていただいております。年齢の概念もあります。今日はこの牛乳パックで紙相撲を10年半もの間幕の内で相撲を取り続けているという関脇の東くん、負ければ引退というそういう相撲にもなっています。50歳という力士もいます。デビューは今は16歳から21歳で決められています。各地の力士が集っています。そして引退のルールなどもあります。32歳を過ぎると引退ルールというのが付きまとってまいります。力士、新たな力士の募集は常にしております。牛乳パックで紙相撲協会にお気軽にお問い合わせください。協会のサイトご覧ください。牛乳パックで紙相撲協会で検索してみてくださいね。お待たせしました。さあ取り直しです。大阪プチバナナセカンドはこの置き方ということですね。一応確認ですが大丈夫ですか。皆さんというかご覧の方これで間違いないですか。一応確認しましょう。いいよね確かね。一応待ってみますけど違った。これでもない。これだよね。焼きみりもさんありがとうございます。ニコニコ報告いただきありがとうございます。そういえばね、その間の館内の声でもね、仮面ライダーがシュナイダー君の家で大暴れなちょっと待って、大暴れな青空パンチ&フックの2人こんにちはって来てましたよ。ジョーク、どんなジョーク。松竹さんから間違いないと思いますということで来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで改めてとなります。取り組みやり直しとなりました。ウリスウジラと大阪プチバナナセカンドは幕下トーナメント2回戦、制限時間いっぱいです。よしみやって今日のこと。さあ、どうか突き放した。大阪プチバナナセカンド、大阪プチバナナセカンドの勝ち。今度はしっかり勝ちました。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して大阪プチバナナセカンドの勝ち。プチバナナセカンドが勝っています。牛乳パックで紙相撲実況中継。十両の取り組みになります。これより十両の取り組みであります。スープカレーモンに桜大阪。東方スープカレーモン、西十両八枚目、札幌出身札幌部屋。西方桜大阪、西十両六枚目、大阪府出身大阪部屋。これより十両の取り組みであります。さあ十両です。十両は9日間のうち各力士が5番相撲を取ります。スープカレーも1勝1敗、桜大阪1勝1敗です。
新十両のスープカレーモンは星5分の状況で中日です。両者これで滑る体勢なんですね。そうですね。ずっとレモンを見ているようにも見えますが制限時間いっぱいです。よしやって今日は流れぶつかりました。前の方の桜大阪流れ下がったのスープカレーモン桜大阪乗り切りました。ただいまの決まり手は押し出し押し出して桜大阪の勝ち。前に出た桜大阪です。勝って2勝1敗としています。スープカレーも敗れて1勝2敗です。中島宮城に定山系カッパ東方中島宮城東十両6枚目静岡県出身アンビックベーヤ西方定山系カッパ東十両8枚目札幌市出身札幌ベーヤ キャリアのある2人の相撲です。中島宮城1勝1敗定山系カッパ1勝1敗です。制限時間いっぱい。よしみやって今日は流れ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 中島宮城中島宮城中島宮城の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し押し出して中島宮城の勝ち。中島宮城が勝って白星先行2勝1敗定山系カッパ敗れて1勝2敗こちらは黒星先行です。みたらい優しい海の海に湘南トカゲ東方みたらい優しい海の海東十両9枚目室蘭市出身室蘭米屋西方湘南トカゲ西十両3枚目神奈川県出身神奈川部屋見たら優しい海の海1勝1敗湘南トカゲこちらが0勝2敗です。負けると負け越しになってしまう大ベテラン十両で負け越すと来場所は幕下まで落ちてしまう可能性があります。制限時間いっぱいです。よしみやって今日は流れぶつかりました。アビセはどうか決まったか湘南トカゲに軍配です。ただいまの決まり手はアビセ倒しアビセ倒して湘南トカゲの勝ち。館内今の見たら優しい海の海に対して海海っていう声援も初めてじゃないですかね。そうですね届いておりました。湘南トカゲが勝って1勝2敗初日が出ています。見たら優しい海の海敗れて1勝2敗です。ヨット丸にアソストロベリーちゃん東方ヨット丸東十両2枚目神奈川県出身神奈川部屋西方アソストロベリーちゃん西十両2枚目熊本県出身西原村部屋ワイドビジョンという声もかかっていました。先ほど湘南トカゲに対しての声援です。土俵上はヨット丸2連勝です。大ベテラン43歳アソストロベリーちゃんは1勝1敗です。両者幕内の経験があります。あ、フォローしてくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。土俵上制限時間いっぱいです。両者やって今日は流れ流れ試合になっています。流れ寄っていくのはヨット丸が突き放した流れ突っ張り合い流れ流れ今度はストロベリーちゃんです。アソストロベリーちゃん。アソストロベリーちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してアソストロベリーちゃんの勝ち。アソストロベリーちゃんが2勝1敗で白星先行。ヨットまで敗れて初黒星2勝1敗となっています。北春日部九之助2号にファイヤー西区。東方北春日部九之助2号東十両筆頭。埼玉県出身春日部部屋。西方ファイヤー西区東十両5枚目愛知県出身愛知米屋十両最後の一番であります。十両最後の一番です。北春日部九之助2号1勝1敗ファイヤー西区1勝1敗です。制限時間いっぱい。両親やって今日は流れぶつかりました。流れ流れ流れ突き倒しファイヤー西区に軍配です。ただいまの決まり手は突き倒し突き倒してファイヤー西区の勝ち。北春日部九之助2号が横倒しになってしまいました。ファイヤー西区が勝って2勝1敗北春日部九之助2号敗れて1勝2敗です。十両は中日を終えたところで、ここまで3連勝の力士が備前長船のみ
となっています。その他一敗勢です。一敗勢ざっと紹介しますと、1勝1敗の備前焼大ベテラン、そしてヨット丸、さらに阿蘇ストロベリーちゃん、阿蘇ゴールデンオロチ、ファイヤー西区、中島宮城、桜大阪、高倉郷、湯所阿部の橋となっています。大混戦です。この後は幕の内の取り組みに入ります。これより幕の内の取り組みであります。イルカ池カンガルーにカガマル、西前頭16枚目、石川県出身、石川部屋。これより幕の内の取り組みであります。かがまる上、かがまる下、二人の手かっぱってセンチンタイム。幕の内の相撲です。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。幕の内からは今のようにテーマ曲、そして、なんて言うんでしたっけ、かがまるのこういうのはデモンストレーションなどがあります。今日も北海道札幌市北区にあります北商店ハッピールームから中継でお送りしてまいります。牛乳パックで紙相撲実況中継です。先ほどまで雨が降っていましたが、この時間は上がっています。ただこのところどんよりした空模様が続いている北海道です。かがまる落ちるなよっていう声援が出ておりますいいですね、館内らしい声ですね。もうここ落ちたら負けますからね、かがまるそうなんですよね、上が落ちたら負けるっていう騎手と一緒ですからねさあ、イルカ池カンガルー1勝3敗、かがまる2勝2敗なんですが、イルカ池カンガルー負けると休場です。こういうルールがあります。32歳以上の力士、イルカ池カンガルーももう38歳です。4連敗した時点で引退回避のための休場が認められています。年に一度することができます。このルールによってもう休場ができないのが東くん、今日結び前西荻の山戦で負けると引退です。イルカ池カンガルーは負ければ休場という相撲です。制限時間いっぱい、よしやって今日乗れ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 試合になっています。乗れ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 、かがまる引きつけている、乗れ乗れ乗れ、かがまる乗り倒しました。イルカ池カンガルーの尻尾がついています。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒してかがまるの勝ち。イルカ池カンガルー休場です。4連敗となってしまいました。初日は勝ったんですがね、ちょっとでもやっぱ調子が出てないですよね。これで6日目おにぎり博多丸との取り組みが組まれていたんですが、これは不戦敗というふうになってしまいます。イルカ池カンガルー休場となります。38歳、愛知県出身の愛知米屋、来場所これでちょっと重量ということにもなりそうですね。重量落ちたことにもなりそうですね。勝ったのは加賀丸、3勝2敗、こちらは白星先行としています。輝に名古屋タクト山、輝、東前頭13枚目、石川県出身、石川部屋。
西方名古屋滝田山西前頭14枚目愛知県出身愛知部屋。この形の力士は尻尾がつきやすいですねというコメントもありました。イルカイケカンガルー、まあそれだけにね、作る際もいろいろ計算しなきゃいけなくなってきましたね今の時代。そうですね、まあ、イルカイケカンガルーはその多分前に出ることも計算されていたんでしょうけれども、だん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 やっぱりその後ろ体重になってくることが多くなってしまったんですよね。輝き2勝2敗、名古屋タクト山1勝3敗です。こちらもキャリアが長い両者、制限時間いっぱいです。両者やっていきゃい、長年つかりました、さあ足を掛け合います。長年内掛けはタクト山を残した、しかし突き放す、名古屋タクト山の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して名古屋タクト山の勝ち。今日は前に出ました、よく攻めました。そうですね、名古屋タクト山が勝って2勝3敗、輝き敗れてこちらは黒白黒白黒と交互に来て2勝3敗です。愛知4トルルちゃんにあげあげよう低山。東方愛知4トルルちゃん東前頭12枚目愛知県出身愛知部屋。西方上げ上げ羊蹄山東前頭16枚目、北海道出身北海道部屋。愛知4トルルちゃんは2勝2敗です。上げ上げ羊蹄山も2勝2敗。これそういえば4トルルちゃんの足問題もありましたよね、先場所あたりからね。そうですね、これもブラックジャックですかね。そうですね、そろそろね、はい、こんなに浮いてなかったですからね。そうでしたよね、もともとはこれ設置していた力士だったかと思うんですね。足もとちゃんとついてたんですよね。もともとはこれ設置しているっていう判断での、はい、確か、なんていうか参戦だったかと思うんですけど、はい、これもちょっと考えなきゃいけないですね。そうですね、足はすぐつく、まあギリギリつかないではいましたけれどもつく可能性が高いような気がするので、なんかついても別に長さ的に問題ない力士だったので、なんでこんな浮いちゃったんでしょうね。でしたね、うん、2勝2敗同士です。制限時間いっぱい、よしやっていきゃい、長ない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 。愛知4トルルちゃん、愛知4トルルちゃんに軍配です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して愛知4トルルちゃんの勝ち。まあ今のもねついてるかもしれないんでね、ちょっとやりましょうかこの後まあついてましたけど ね、だからそれをルール上これはダメになっちゃうんでね、今ね。そうですね、愛知4トルルちゃん一応は白星ですが、後ほどちょっとこれは6日目の前にはやった方が良さそうですね、ちょっと点検をね。3勝2敗です。上げ上げ羊蹄山敗れて2勝3敗となっています。札幌味噌汁粉に西原さいれかなり海ボケかって言ってますやだなそれ、海ボケかですね、海ボケか全部入院させられるないやもうとりあえず一旦入院ですみんな入院をさせない今の世の中、逆にもう入院をさせていく外科大丈夫海博士ってやだな、なんか東方札幌味噌汁粉西前頭15枚目札幌市出身タック部屋。西方
西原西流一枚頭11枚目熊本県出身西原ブラベア。ミックジャック先生休刊です。休刊ですねこれは。最近忙しいみたいですね。そうですね。ちょちょやってますから ね、はい、今場所はやってますね、うん。札幌味噌汁粉1勝3敗西原西流1勝3敗で西原西流今日負けると休場です。また今場所もちょっと休場が多くなってるような気が、多くなってきそうな、そんなような気がするんですけど、引退もあったりしますからね。ちょっとこれは、ね、特に今日は東くんがピンチです。大ベテラン50歳東くん最年長、今日負ければ引退という相撲があります。西原西流は今日負けると休場、対するは札幌味噌汁粉新入幕1勝3敗制限時間いっぱいです。両親やっていけない流れ流れ流れ土俵際札幌味噌汁粉。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って札幌味噌汁粉の勝ち。味噌汁粉は2勝目、西原西流は負けて休場です。そうですか、休場増えそうですね。今場所早くこれで2人目、アゲアゲ王帝さんと6日目割が組まれていましたが、これは不戦敗となります。しかもこれ西原西流11枚目、場合によっては重量降格かもしれないですね。味噌汁粉は新入幕で勝って2勝3敗、西原西流敗れて1勝4敗、残念ながら6日目から休場となります。高畑不動明王式神残金に直角乗りくら。直角のリクラ西前頭10枚目岐阜県出身岐阜米屋。残機にも3連敗中、もう休場ができないのでさらに連敗続くと引退という2文字も浮かび上がってしまいます。残機にも大ベテラン、もう43歳ですね。そうですね、まあ、残機にもだいぶ、まあね、こっちの側面はそうでもないんですけども、やっぱり色がだいぶはげてきたりっていうのもあるの で、まあ、だいぶ体も酷使されてきてるのかなという気はしますけれども、形上そんなにその傾いたりとかっていうのはしてないので、まあ、まだまだいけるような気はするんですけどね。残機には幕内最高優勝のね、経験もありますからまだまだ頑張ってほしいんですけどね。そうですね、優勝したのが最後に優勝したのが平成30年の11月12月場所です。2018年の11月となります。2度優勝経験があります残機です。直角のリクラは2勝2敗制限時間いっぱい、両親やっていけー、ナムダイぶつかりました。さあ足技の応酬か、ナムダイナムダイナムダイ前に出るのは直角のリクラ、ナムダイ内掛けは残機に打ち掛け、ナムダイ残すナムダイナムダイナムダイあー直角のリクラ、直角のリクラの勝ち。ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで直角のリクラの勝ち、出し投げです。いやー残機にも頑張ったんですけどね。足技の応酬リプレイご覧いただきましょう。土俵際まで追い詰められてからの、まあ、反撃は良かったんですけどね。そうでしたね。この辺りの内掛けがあったんですけど、この辺り上手かったですね。いや見事ですね。ちょっと足を引いてからのゴールでしたね。一瞬の出来事でうわこれ来たと思ってね。
すごかったですね、これは確かに。直角のリクラ勝って3勝2敗白星先行としています。高畑不動明式神残機には敗れて1勝4敗6日目敗れると引退と追い込まれました。北九味噌味噌におにぎり博多丸。西前頭12枚目福岡県出身西原村部屋。リクエストありましたので北九味噌味噌米津玄師さんの曲マトシカテーマソングにいたしました。その北九味噌味噌3勝1敗新入幕みそみそ頑張れという声も飛んでいます、メジャー楽曲につきましては今流れたようにカラオケ歌っちゃおう様の音源を使わせていただいております。おにぎり博多丸は3勝1敗です。ジャカポテさんありがとうございます。声援を届いてありがとうございます。さあお試合か制限時間いっぱい。よしみやって今日の中でぶつかりました。ワンに出たみそみそだ。よりきりみそみそただいまの決まり手はよりきり。よりきって北九みそみその勝ち。電車道でした。まあもう全然心配ないですね。いやすごいですね、うん、推しは本当に勢いが全く何もできなかったのは博多丸。新入幕北九味噌味噌これで4勝1敗としています。おにぎり博多まで敗れて3勝2敗となりました。ことに波に里山。東方ことに波東前頭14枚目札幌出身ことに風部屋。3勝1敗琴に波は4連勝できています。勝ち越しかけての一番です。琴に波今場所いいんですよね。そうですね、まあ、正面に押していく、まあ、足から下から押していくっていうその押しがいいんですよね。里山も3勝1敗できています。さあ押し合いになりそう。制限時間いっぱいです。よしみやって今日流れぶつかりました。前に出た琴に波一気にやる流れ中に潜ろうとしているのは里山。流れ流れ流れ今度は潜ったのは里山です。流れ流れそうなると小鳥波が苦しい。見失っている相手を見失っている小鳥波。流れ流れ土俵際流れ回り込んでいくのは小鳥波。流れ里山今度は土俵際両者が土俵際です。流れ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 さあどっちが残るかどっちが出るか。流れ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 いや、吐け！どうか！吐け！流れ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 ！ギリギリ入ったところです！流れ！流れ！どうか！里山！里山残っています！物いい！物いいです！タックウィング！勝負審判も手数なタック！里山残ってる？つかなかったんですよね、右足。はい。浮いてますよね、確かに、ね、そうなんですよ。一応の確認でした。一旦止めた時ちょっと怪しいなと思ったんですけど浮いてたんです。浮いてたんですよ。なんかハマってそうなんです。ハマった結果あれ浮いてんですよね、きっとね。そうなんです。影見えるんですよ、ね。
じゃあいいんですね、これ。そうですね。うまいこと浮かしてたんです。浮いてたんですね。わ、はい、かりました。はい、ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は里山に上がりましたが、俵に足がかかったところで、足は浮いておりましたので、軍配通り里山の勝ちといたします。里山。ただいまの取り組みは琴に波に踏み出しがありましたので里山の勝ちであります。琴に波はいっぱい。あー、ちょっと今日はしょうがないですね。まあ、自慢の押しも結局すかされてしまって、こう下をくぐり抜けられてしまいますとなかなか難しいですからね。ちょっと失礼しますね。下のね、はい、ところを映した方がいいですか。あ、まあ、今映ってなかったですからね。こんな感じでしょうね。これは面白い展開に出ていただいておりました。ただあれは浮いてるんですね、里山ね。浮きましたね。ちょうどその真ん中へこんでるところをうまく俵、まあ、徳田原を使って、ちょっと右足をこう角度をつけて浮かしたという、まあ、なかなかな回避の仕方だなと思いましたね。ですね、初めて見ましたね、はい、これで勝った里山4勝1敗、敗れた琴美波4勝1敗となっています。小倉城に夢の藤娘。東方小倉城、東前頭9枚目、福岡県出身の福岡米屋。東方夢の富士娘、西前頭7枚目、静岡県出身アンビック米屋。出たという声です。小倉城登場。連敗でどうしたと思いましたけど、そこから連勝してきました。夢の藤娘2勝2敗、大ベテラン、どう取るかですね。いや、これはでも夢の藤娘ちょっと横取りたいですけど、なかなか難しいですから、なんとか頑張ったこう立ち合いも即座に横に逃げてほしいですね。そうなれば前に出るのが小倉城です。制限時間いっぱい。よし、やって、今日は流れ、ぶつかりました。突き放したのは小倉城だ。流れ、夢の藤娘苦しくなる。ただ横を取りに行きます。流れ、しかし突き放す。小倉城の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して小倉城の勝ち。小倉城は3連勝。いや、まあだからね、藤娘的にはまあやろうとしてることをやろうとしたんですけども、まあ、屋根が長いし横のボディもちょっと黒いの伸びてるんですよね、はい、でここのところ横取りきれなかったですね。小倉城はこれで3勝2敗と白星先行とさせました。夢の藤娘敗れて2勝3敗です。これでもキノコは別に室蘭力足。これでもキノコ圧別、東前頭8枚目、札幌市出身タックベア。西方室蘭力足、西前頭6枚目、室蘭市出身室蘭ベア。これでもキノコ圧別3勝1敗、室蘭力足も3勝1敗。若い2人の相撲です。ただこういう若手が、先ほどの小倉城もそうですし、北九みそみそもそうですけど、白星を伸ばしてるんですよね。そうですね。次の時代がこうやって迫っている、そんなことを感じられますね。これはまあ新しい相撲の取り口といいますか、まあ、見ててやっぱり斬新な動きだったり、まあ、逆に動かないとかもありますけれども、大きさだったりっていうのを感じますよね。さあ、これも試合になるか。制限時間いっぱいです。よし、やって、今日は流れ、ぶつかりました。前に出るのは力足、中に潜ろうとするが押し出しました。室蘭力足、室蘭力足の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して室蘭力足の勝ち。
親指を使ってましたね。そうですね、力でキノコを親指で押すってことはなかなかないですからね。まあ怒られますからね。そうですね、怒られますから。室蘭力足4勝1敗、これでもキノコ別敗れて3勝2敗です。京都棒人間に藤の飛び。東方京都棒人間、東前頭6枚目、京都府出身京都部屋。西方藤の飛び、東前頭11枚目、愛知県出身愛知部屋。幕内前半最後の相撲です。京都棒人間がこのところはスランプ、初日からの4連敗で先場所から通じて9連敗となってしまっています。藤の飛びは2勝2敗です。制限時間いっぱい、よしみやって今日のれ流れ。さあ足をかけていくが、藤の飛び、あと挟んだ流れ。こうなればどうか、流れ。寄るのは藤の飛びですが、流れ。よく残している棒人間、流れ。寄り切りました、藤の飛びの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切って藤の飛びの勝ち。今日も勝てなかった棒人間、いや潜るまでは良かったんですけど、そこから押し切れなかったですね。先場所から通じて10連敗、ちなみに連敗記録というのが今ここに資料がないんですけれども、14でしたか15でしたか、ありますよね。どうですか、そういう意味では。あ、14ですね、最下連敗テロップで出しますが、まあ、期待がかかりますよね、まあ、記録好きな、はい、ヨーさんとしてはそういう今のね、この今のルール上、連敗記録って連勝記録よりある意味難しいと思ってるんですよ、はい、もう連勝っていうのは勝っちゃいいんですから、うん、連敗っていうのはね、こう負け続けるとやっぱり下に落ちちゃう可能性もあるので、いかにこう幕内に残りながらこう負けるか連敗するかっていうのはね、非常に難しい問題なので、連敗は作ってほしいな。記録ご覧の状況ですね、連敗記録もう覚えてる方はなかなかいないかもしれないですが、神楽岡14という数字が三千と輝いておりましてね、初期ですからね、これ。いやでね、それを破れるんじゃないかと思うことは何度もあるんですけれども、みんな大体勝っちゃうんですよね。そして最近のでいうと13という備前長船、これでも4年前ですあと最近11とかはありましたよね、そうですね、10とか11はね、グミサワでしたっけね、うん、勝っちゃったんですよね、グミサワお前ねえ、まあ、本当最近でいうとなかなかないと。そうですね、西原西流がもうちょっと最近かな、うん、多分ね、2、3年前だと思うんですけど、まあこの今10ですけれども、棒人間でもそれまでは非常に良かったですから ね、はい、三役まで行ったわけですからね。そうですね、急にどうしちゃったんだという感じの連敗です。でも10連敗という考えの声、棒人間2桁連敗ですかという声も聞こえています。中日でこれも敗れて負け越し、京都棒人間です。藤の扉勝って3勝2敗としています。牛乳パックで神相撲実況中継、中日の取り組みをお送りしています。東方より横綱ノルベサノリア土俵入りであります。横綱ノルベサノリア露払い上げ上げ羊蹄山、太刀持ち室蘭力足、
行事は海坊主であります。ではパンダの皆さんで一緒に用意した曲をいたします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょだなー、まいるなー、すまがしゃべっちゃうウルベサノリア3勝1敗、今日はパンダ大賞との取り組みです。よいしょ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。最近館内も賑やかになりました。感謝しています、ありがとうございます。さあ、今日中入りのコーナーは特にないんですが、向こう正面に、解説の方を呼びしています、先場所限りで長い現役生活を終えました駿河吉さんです。駿河吉さん、出てきた出てきた今日はあの向こう正面解説よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガッてガッて言うんですね。館内からもガッて返してくれてますよ。先場所まで現役でこの幕内で特に相撲を取っていたんですけれども、そこから見る今また上がっちゃいましたけれども向こう正面から見るこの上相撲はどうですか。自分も相撲取りですね。あ、まず言いたい。38歳での、まあ、先場所限りでの引退となったんですけど、今日はね、これ東くんがね負ければ引退という相撲があるので、非常に心配なところなんですが、駿河吉さんのプロフィールをちょっと用意するの忘れてまして、はい、出した忘れてました。ノンガッガッと出した。ガッ、じゃあの自己紹介をお願いできますかね。My name is Suruga Yoshi from Japan. 出た出た。クラック。はい、先場所限りで引退でありましたけれどもね、ガというのがねトレードマークなんですけれども、引退してから急に元気になりましたね。そんなことない。ガッ。今日はあの東くんが負ければ引退という相撲この後あるんですけれども、先場所その負ければ引退という相撲がありました。駿河吉さんとしてはその日はどんなような感覚でありました。いや、もういつも立っておりたい。ガッいつも立ってもいられっていうことですけれどもただずっと幕の内で取り続けたということは随分あの誇りになったんじゃないでしょうか。ほっこり、駿河吉のほっこり。東君関とのね、あの取り組みっていうのもたくさんあったかと思うんですけれども、どんなイメージですか。あの人やりづらいですね。やりづらいですか。ガッ、どういう部分がいいですか。ガッって止まるんですよ。ガッて、ここガッて止まるんですよ。ガッ、アクション解説だ。ガッて止まるんですよ。ここガッ見えづらいですか。あ、テロップで見えてない。あ、ここでガッて止まるんですよ。ガッガッと止まったら動かないです。ガッと。でも分かりやすい紹介をありがとうございます。でもあのぜひこの後も向こう正面から解説をお願いいたします。先生やってきますよ。ガッ語尾に全部ガがつくとなんかまだコメント続きそうでまだ難しいって。司会者の気持ちも語ってくださいました。ありがとうございます。続くのか続かないのかが分かりづらいですね、確かに、うん、何も考えてないなって、まあ、きっとそうでしょうね。考えてる人のセリフじゃないですもんね。さあ、東君50歳の関脇、今日負ければ引退です。解説海坊主さんにも伺いたいんですけれども、はい、今日がなんと西荻の山戦なんです。いやー、西荻の山との相性はまあ良くないじゃないですか。あんまり先場所は東君が勝ってます、はい、このなんか調子が良ければいいんですけれども、なかなかそのままね横を取り切れず押し切られるっていうことにならないように頑張ってほしいですね。そして先場所はやはり3連敗の中で中日に当たって、うん、その時は東君が連敗を止めたという相撲がありました、うん、ただ西荻の山というとこれ上相撲ファンであればご存知かと思うんですが、はい、まあ
神相撲界の死神として、そうですね、さまざまな力士を引退に追い込んだ実績があります。そうですね、やはりまた西荻の山かと考えた方も多いんじゃないでしょうか。またそうなると西荻の山のね、そういう記録あれじゃないですか、引退者を出したみたいな記録も作ったら、でも後にも先にもいないと思いますよ。でも西荻の山以外は、まあそうかもしれないですね。最近でいうとドスコイ静岡が、横綱のドスコイ静岡の引退の時の相手ですし、ね、その前はね、後楽園、はい、白石島、そうですね、全部西荻の山ですもんね。いやだからちょっとね、東君もやばいですよね、本当にね。でこの西荻の山自身ももうベテランになったんですけれども、はい、今場所は2勝2敗とあまり状態が良くないみたいですね。そうですね、本当はいつも前半頑張ってその貯金で食いつないでいくみたいな、後半負けてもみたいな感じなんですけど、ちょっと前半調子良くないですね今回。いいですね、神田はいろんなファンに嫌われそう、ヒール役か。ただその中ででも西荻の山の人気は高いですよね。そうですね、親方は綾野さん、 IT ジャーナリストの綾野さんです。ユーストトゥデイベア、ユーストトゥデイという番組今も放送していまして、今度の週末だったかな、10周年の記念スペシャルがあるというふうに伺っております、うん、よかったらご覧ください。今年はどんな企画やるんでしょうね、コロナで、うん、ね、なかなか企画やりづらいなと思うんですけど ね、いつもはあれ24時間で山手線を、沿線を歩くっていう企画をやってるんですけど、今年どうするんですかね、ユーストトゥデイさん。テレビでもおなじみ IT ジャーナリスト三上洋さんと綾野さんが中心の番組です。あと野田さんって方ね、私が出た時は、制作していた時はいらっしゃらなかったんですけど、野田さんも3人、そしてさらにあとお一人お二人ぐらい、レギュラーメンバーが増えていらっしゃるそうですよ、うん、ニコ生30名以上の方キャラいただいています、ありがとうございます。ありがとうございます。結び前東くんと西荻の山の取り組みが今日は、東くん負ければ引退です。牛乳パックで神相撲実況中継、この後幕の内後半戦で少しインターバルをいただきます。
たせいたしました。この後幕の内後半です。北海道発牛乳パックで紙相撲2020年7月8月場所、これより中日5日目幕内後半の取り組みであります。香川照之に銀屏風。東方香川照之、西前頭8枚目、石川県出身石川部屋。西方銀屏風、西前頭4枚目、室蘭市出身室蘭部屋。これより幕の内後半の取り組みであります。幕の内後半です。引き続き実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。そして向こう正面解説駿河義さんです。かっよろしくお願いします。ペリスコープの配信の方ではしっかり映っております。かなり主張していますので、よかったらペリスコープの方もご覧いただければと思います。別のアングルです。さあ幕の内の後半です。香川照之2勝2敗、銀屏風3勝1敗です。幕の内後半が始まるタイミングで拍手も届いておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ足技かあるいはいぞりがある香川照之、銀屏風は前に出たい後半の相撲です。制限時間いっぱい、両親やっていきゃー、流れぶつかりました、流れ流れ少し横にスライドした香川照之、流れいぞりが決まったようです。香川照之ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで香川照之の勝ち、決まり手すくい投げです。リプレイご覧いただきましょう。鮮やかに決まりました。今日は向こう正面解説駿河義さんです。先場所まで現役でした駿河義さん、今の香川照之の相撲いかがでした？ガッと投げてガッと来てます。ガッどの部分がですか？ガッと瞬間左正面解説は海坊主さんです。はい、まあ、ガッということですけれども、まあまあでもそうですね、ガッと言ってましたね。まあ銀屏風ちょっとしかも最近ちょっと倒れやすくなってますから、うん、まあ、そこの隙をうまくついて投げていけたなという印象ですね。香川照之が勝って3勝2敗としています。銀屏風敗れて3勝2敗です。愛知山に舞鶴アクアワールド。東方愛知山、東前頭4枚目、愛知県出身愛知部屋。西方舞鶴アクアワールド、東前頭7枚目、京都府出身京都部屋。今の取組、駿河屋さん分かりやすいようにアクション解説お願いしますか？出てくんだ。そうですね、まあ、確かにアクションは上手いですからね。さすがやっぱり相撲を取ってただけあってね、分かりやすいですから。後でちょっとそれやってもらおうかな。そうですね、アクション解説説明はいまいちかもしれないですけど、動きはね、確かにね、ね、動き入れたらもっと分かりやすいからね、分かりやすいですからね。確かに土俵上でやれちゃいますからね、駿河屋さんはきっとね。愛知山1勝3敗、舞鶴赤ワールド4連敗。制限時間いっぱいです。両者もやっていきゃー、流れ疲れました、寄っていくのはアクアワールド、流れ土俵際追いつけた、流れ寄り切りました、舞鶴アクアワールドの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って舞鶴アクアワールドの勝ち。中日で初日がようやく出ました。いやでも
この巨体をよく押し込んだなという一番でしたね。そうですね、向こう正面駿河井さん、グッちょっとぜひちょっと今のリプレイまずご覧いただくんで、アクション解説をその後お願いしたいと思います。ガッテン、ちょっとリプレイです。寄っていったのはアクアワールドでした。この寄りですね、何かその寄っていけた要因などありましたら教えてください。アクアワールドの小兵が寄っていく、これどうしよう、よいはっきり残ったのガッ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 と押してくれ、ガッと押してくれ、ゴッゴーン、ありがとうございます。鮮やかに消えていきましたね。アクアワールド初日が出て1勝4敗愛知山敗れて1勝4敗です。室蘭さん海海に裏ことにの言う東方室蘭さん海海西前頭5枚目室蘭出身アスクの海海部屋北の大地はジャングルだ、北の大地はジャングルだ、北の西方浦小鳥の言う西前頭三枚目札幌出身タック部屋全勝同士の相撲です。ガッと投げてガッと勝つとか長嶋さんみたいな解説しみたいなって。まあ確かにそうかもしれない。全くだからもっと真面目に喋っていただかないと。まあそうですね。解説ですからね。そうですね、はい、まあ個性があっていいのかもしれませんが、ね、4連勝同士、さあ全勝を守るのはどちらか。特に裏ことにの言うは4日目横綱に勝っています。さあ押し合いか、制限時間いっぱい、よしみやって今日流れぶつかりました、押し合いになっている、流れ押し合いです、流れ足をかける形になった、後ろを向くか、流れ海海が今度当てる、突き放した、流れ両者投票際、押し込んだ、裏ことにの言うでした。ただいまの決まり手は押し出して裏ことにの言うの勝ち。裏ことにの言うが全勝を守りました。いや今場所調子いいですね。ただ海もこれはという、そういうところもありました。リプレイです。ここは三坊主さんにしましょう。いやこれはでもね、本当海海も横向いて、まあ厳しい中、まあ反撃の気をこう伺いながら顎をこういなしていこうとしていたところだったんですが、やっぱこの顎の一撃が強かったですね。そうですね、遠心力が効いてますね。裏ことにの優が勝って全勝を守って中日勝ち越しです。室蘭さん海海敗れて4勝1敗となっています。厚別茶色の塔に札幌川の海、東方厚別茶色の塔、東前頭三枚目札幌出身下の部屋、厚別茶色の塔と1勝3敗の札幌川の海です。
茶色の塔は三役を目指す場所でここまで星5分できています。制限時間いっぱいです。よしみやって今日は7で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 7まわしを引いてからのよりに定評があった向こう正面解説駿河井さん、はい、今の相撲まずこれリプレイご覧いただきますが顔がガッと言ってみるこれトーガトートートーガーッどういう感じで寄っていったんですかね。ちょっとよろしいですか。これ顔がこう顔がこう言ってこうですガーッスンありがとうございます。まあ、だんだんオーバーになってきたんですけど大丈夫ですかね。東君の時にちゃんとやったと思って買いかぶりすぎたんじゃないですか。これ大丈夫ですかね。札幌川でも見勝って2勝3敗厚別茶色の塔敗れて2勝3敗です。京都爽やか海にグミ沢熊兄弟東方京都爽やか海東前頭2枚目京都府出身京都部屋組沢熊兄弟西前頭2枚目静岡県出身アンビックベア。2勝2敗同士です。潜っていけるか爽やか海組沢熊兄弟も足技があります。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のこで残り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 京都爽やか海ただいまの決まり手は内掛け内掛けで京都爽やか海の勝ち。うまく跳ね上げました。まあそうですね一回ちょっと耐えよく耐えたんですけどね久美さんもこの辺りでも爽やか海のやっぱり力をつけたなというところじゃないでしょうか。解説三坊主さん。そうですねやっぱりうまいことこう力技なんかもこう足でこうかわしていって足から攻めるということもできてますからね。向こう正面の駿河井さんあの爽やか海とも先場所対戦がありましたね。どんな印象でした。そうですねグッとこう下の方からグッとくるんですね。やっぱりそうですよね足使ってくるんですね。京都爽やか海が勝って3勝2敗組沢熊兄弟敗れて2勝3敗です。またや小ぼろの赤いクマンバチ小ぼろの赤いクマンバチ洋沢スクリーム洋沢スクリーム西方小結び洋沢スクリーム静岡県出身アンビックベア。一勝三敗同士です。向こう正面解説駿河義さん同じ部屋で頑張ってきていた洋沢スクリーム、まあ年が近いというのもありますけれども、ライバル関係だったりもしたんじゃないでしょうか。同じ釜の飯をガッと食ってる、ガッと食ってる、ね、どちらの方が普段釜を食べる方でした。どちらが釜を食べるか。そうですね、私の方がガッと食ってるね。そうですか。はい。ね、あの洋沢スクリーム特にあの怪我が多いと思うんですけれどもそばで見ていてどうでした。怪我なんて思ってツボつけてガッといくガッといくんですね。洋沢スクリームは現在3連敗中でもう休場ができない状況です。館内このキャラで味を占めたなってということですけれどもこんなんじゃなかったはずなんですけどねきっとね現役時代はもうちょっと寡黙な印象でしたね。ちょっとなんかセリフを得てからちょっと饒舌になりましたねちょっとね。
何かやはり引退して心境の変化とかありました？私？向こう正面、駿河井さん？私？駿河井さん？私ですね。駿河井さん。私ですね。はい。ガッと変わりましたね。変わったんですね。180度ガッと変わりましたね。生活スタイルとかも。そうですね。出てきちゃって呼んでないのに。すみません、まだ制限時間いっぱいなので、もうすみません。ガッと変わります。一生三敗同士。制限時間いっぱいです。よし、やって今日のね。ぶつかりました。のね。潜っていくよ。すみません。向き逆です。ああ、そうでしたね。もう駿河谷さんのことなんか。向こう正面駿河谷さん、ちょっと指摘してくださいよそういうの。ガッと向きはどっちもどっちも相撲取れる。どっちでもいいとか言って。困るんですよそれじゃあ。どっちもいいとか言っちゃったら。台無しになっちゃうんですよ。どっちも相撲取ればいいんです。ガッと相撲取る。どっちもいいです。そういうキャラだったんだな。改めて制限時間いっぱいです。よしみやって今日は登れ登りました。さあ押し合いです。足をかけるのは動作は打っちゃっていった。登れ土俵際もう一回寄るのは心、心より外掛け。逆転動作はスクリームの勝ち。ただいまの決まり手は外掛けで動作はスクリームの勝ち。向こう正面解説駿河谷さん、要素スクリームのこの足技ですね。ちょっかっとよく稽古場でもこれ食らったりしたんじゃないですか。剣道小林さんですか。剣道小林さんでは食らってないですね。ガッとこう、でも足をこうですね。稽古してる時にはどうでした。稽古してる時ですね、はい、そうですね。今日は向正面解説に先場所まで現役でした元幕内駿河谷さんにお越しいただいております。まあ、とても楽しい解説をありがとうございます。4勝スクリーム勝って2勝3敗、コボロナカイクマンバチ敗れて1勝4敗です。片や初南桃の海。また京都赤レンガ山、西方京都赤レンガ山、西前頭筆頭、京都府出身京都部屋。もう駿河谷氏に改名すべき。稽古場どっから来たの。稽古場のところでしょうね。そうでしょうね。土俵上は初南桃の海1勝3敗、京都赤レンガ山2勝2敗です。足技掛け合いなるか。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のね。ぶつかりました。押し合いになっている。引いていったのは赤レンガ。前に出るのは桃の海の引き合のか。寄っていく。寄り切りました。初南桃の海の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って初南桃の海の勝ち。桃の海が攻め切りました。解説、正面解説、三宝寺さん、今の相撲です。そうですね、まあ、赤レンガ山もうまくこういなそうとしたんですけれども、ちょっとやっぱり土俵際では難しかったですね。もうちょっと前からかわしておきたかったですね。リプレイをご覧いただきます。大丈夫ですか。海坊主普通の解説じゃもう物足りないみたいな風にみんななってないですか。大丈夫ですか。それより正面解説の海坊さん、はい、今やりづらいと思ってますか。すごいやりづらいっすよ今。なんかまともにやってもなんか滑ってる感じがするんですよ。絶対する返しの方が滑ってるんですけど、なんでしょうね、真面目に喋ってる方がなんかすごい滑ってる感じがして、これじゃない感を空気で感じるんですよ。すごいやりづらい駿河谷氏。勝ったのは初南桃の海2勝3敗、京都赤レンガ山敗れて2勝3敗です。片や福島富士桜。この胸に
東方大関福島富士桜静岡県出身アンビックベアふるさとは取り戻せるこの歌は名古屋ギザギザ山名古屋ギザギザ山西方大関名古屋ギザギザ山愛知県出身愛知米屋かなようやく空気を読んだようだあと気のせいじゃないガッてきますいやありづらいっすよ、ほっとするがよさんね。ね、土俵にね、いる側の目線で解説をお願いしようと今日思ってたんですけどね。そうですね。別の方向にとってね。そうですね、斜め横から切り刻んできますからね。さあ、全勝対決、大関決戦です。新大関、名古屋ギザギザ山と福島富士桜。向こう正面解説するがえさん、はい、両者の印象はどうですか？富士桜は特にどうでしょうね。いやそうですね、近くで見るとガッとこうやっぱり体が締まってる感じがするんです。ガッとこうね。名古屋ギザギザ山はどうでしょう？そうですね、低いですね、背が低いです。ガッとこう下に向かないといけないですね。ギザギザしますね。ガッギザギザ山が特に上がってきたとき、幕の内に上がってね、どんどん番付を上げていったときあたりは何か脅威に感じたりってのありました？ガッと怖かったですよね。やっぱそうですか。ガッときました危なかった同じ部屋の富士桜はやっぱり思い入れ強いんじゃないですか？ガッと来ましたね。鎌の名所ガッと来る。一度ね、一度番付かなり落ちてしまったときもやっぱり同じ鎌の名所食って危なかったですね。鎌をこうぶつけ合ってましたよね。ぶつけ合ってましたか今でも大関に戻ってね、嬉しいんじゃないですか？うるさいです。誰が笑ってるんですか？バカすぎてるね海坊主ですよ鎌をぶつけ合ってたってバカじゃないですか。本当に一旦こうやって首にした方がいいと思います。適当に戻るんじゃないですかせっかく来ていただいたのにね今後も、向正面解説は元力士の方にね、お越しいただこうかと思っておりますが、これ後々引退した力士が解説になると語尾に力士の頭文字がつくなってやりづらいっすよ本当に。みんな個性強すぎてね。さあ全勝大関決戦です。どちらが全勝を守るか。制限時間いっぱい、よしみやって今日残れ。ぶつかりました。立ち合い込む。押し当たっている。乗るのは富士桜。乗れ乗れ。富士桜が寄る。回しを引いた。乗れ打っちゃって名古屋ギザギザ山の勝ち。土俵際逆転。いやいい勝負だったなこれ。最後の最後でした。ギリギリいっぱいのところの逆転。リプレイです。土俵際でしたね解説みぼさん。いやほんとそうですね。これどっちが先についてもおかしくなかったんですよ。ギザギザ山もあと一歩で本当にギザギザ山もこの徳田原の間で足出てましたから。向こう正面駿河さん、今のうっちゃりぜひアクション解説。ガッとそうですね。ここしかこの土俵いっぱいつけたんですね。ガッとこうしかガッとこうゴールゴールありがとうございます。おかしいですよ。ゴールって言ってました今絶対こうスポーツ変わってんすよあの人。ギザギザ山どんどんテンション上がってますよ。勝ち越しを決めています福島富士桜敗れて4勝1敗となりましたが、ですが素晴らしい、相撲でありました。片や東君
西荻の山、西荻の山、西方大関、西荻の山、東京都出身、ユーストトゥデイベイヤ。さあ、結び前を一番です。今から10年半前になります。東くん初土俵、当時の横綱はタックでした。平成22年の1月場所、東の10枚目で初土俵。この当時はまだ幕の内しかありませんでした。番付です、7勝2敗。その時は19歳でした。その後若手のうちに大関に上がった東くん、しかしその後陥落、苦しい時期もありました。ベテランになってからまた再び這い上がっての大関復帰、その後も幕の内に居続けて今50歳です。負ければですが引退。向こう正面と鶴ヶ谷さん負ければ引退という相撲先場所あったわけですけれども、そうですね、ここだからこういうところをガッとガッとこう、こう攻めればいけるんですよ。いけるんですよ、いけるんですよ、ガッと頑張れ、ガッと。やはり自身より先輩というふうなね、東くん尊敬する部分もあったんじゃないですか。もうだいぶリスペクトですよ。ガッグッスペクトグッスキペクト。正面解説見ますさ、はい、じゃこの後きついですよ、はい、ね、東くんが負ければ引退。ただまあ過去にはこの負ければ引退の相撲を勝ったことがありますか。いやもう本当そうですね。で一度はもうだいぶ下まで下がってこうやって這い上がってきてますから、ね、じゃなければもっとね、幕内でのこう連続出場ですか、それ一旦途切れてますけど、それでまたここまで這い上がってきてますから、その雑草魂と言ってごめんなさい、おかしい、絶対今日は鶴ヶ谷さんに引っ張られてますよなんで急に東区の話みたいなね、新入幕、新治療コレクション、やっぱりちょっとなんかフェスティバルみたいな感じしましたよね今ねすいません、失礼しましたまあまあでもだからそれぐらいまで下がってたんですよ東区はね。だからそこからまた這い上がってきた雑草魂っていうのを見せてほしいんですよね。まあ、東君に関しては幕の内からは一度も落ちずにここまで来ました、はい、これも本当評価されるべきことですよね。そうですね、同じ50歳の力士備前焼がいるんですが、この力士に関しては現在番付十両です。最年長力士東君、ただ相手は西荻の山です。どうですかね、この西荻の山、今場所あまり良くはないんですけども、はい、ただこの相手が引退がかかるっていう相撲になると俄然、そうですね、ね、張り切る力士なんですよね。もう引退キラーですからね。完全にそうなんですよね、ずいぶん昔から言われてますよねそうですね、もう長くこれ引退キラーとしてね、はい、君臨している西荻の山、今日もこの相手だったんですね。いやーちょっとでも東君は本当頑張ってほしいですね。追い込まれたとき2019年9月10月場所も初日から4連敗で、このとき番付は大関でした。中日小幌の赤い熊鉢との取り組みでこのときは勝って引退を回避した東くん、その時の年齢48歳、50歳になった東くん、またピンチはやってきました。嫌な力士だなという館内の声もあります。負ければ引退の東くん、回しを引く、あるいは無双でこらえる、そういったところをもう一度見たいところですが、東くんどうか、負ければ引退です。結び前制限時間いっぱい、よしやって今日のねぶつかった東くんの足首は東くんの東くん
の伝説はまだ続きます。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して東くんの勝ち。やば、この後ろの取り方やば、取り技だった今。ご覧いただきましょう。すごい。やはり立ち合いでは西荻の山でした。しかし東くんにはこの技がまだあります。いや、このアングル、海ぼアングルでみんなに見てほしかったな。これすごかった、後ろの取り方。くるっと回りましたね。おお、すごい。これはね、東くんやっぱりレジェンド、現役レジェンドですよ。これが立ち合い危なかったですけどね。危なかった、危なかった、本当に倒れそうでしたから。ここですね、はい、ウィリーしましたからね。一気に西荻の山が行ったんですけど、はい、ただ後ろを取ってからは、あ、素晴らしかったですね。これも早かったですね、はい、いや、向正面駿河石さん、今の相撲ガッと攻撃しますね。取り肌だけに取り肌が立ったわけですよ。取り肌だけにね、取り肌が立ったわけですよ。こう後ろから、もういつもだったらこう後ろに頼むんですよね。でもガッとこう横にスーッガーっていったわけですよ。東君伝説はまだ続きます。初日が出ました、中日5日目、これで今場所のもう引退はありません、東君で。来場所からはまた休場が一度できますので、51歳の東くんの相撲がまだ見られるということにはなります。西荻の山敗れて、こちらは2勝3敗大関、苦しい黒星の先行となりました。落ち着いてって考えです。本当そうですね。考え落ち着いてという声、松岡修造さんみたいだって、だんだんそれがよし。気合入りすぎちゃって。中身の結びです。東ノルベサノリア、ノルベサノリア、西とっかり大将、とっかり大将、一番であります。牛乳パックで紙相撲サポーターズを通じて、焼きみりも室蘭様、松茸京都様、ペンゴ92様、小平ペンギン電機様、以上の皆様のご支援を頂戴いたしております。牛乳パックで紙相撲サポーターズ、皆様のご支援でこの牛乳パックで紙相撲を続けることができています。どうか皆様引き続き、メンバー募集しておりますのでよろしくお願いいたします。8月の特典がまだアップされていません、ごめんなさい。もう申請手続きはしたんですけれども、今日中にアップされる感じになるかと思います。8月は珍プレー集になる予定です。1000円コース、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。あとあれですよね、今月皆様にお送りするやつは、紙相撲ロードショーですね。宇宙戦艦ジャコジャコゼロ、ボリューム2。そうなんですね。これボリューム1を近々、ペイアクティビティっていう単発でご支援いただけるやつでリリースする予定です。近々。
これ多分来週あたりにはお知らせできると思います。さあ東君の談話が届きましたね。立ち合いが良かったと思います。引退キラーと呼ばれてあの力士から倒すのちょっと見えないができたのが救いですねというふうにいただいておりました。分かんない海野さんがあって海野春夫さん登場ですよ。登場しますね。見逃した方はぜひよかったら、ね、単発ご支援いただいて近々これまたリリースのお知らせいたします。もう抽選とかより機動戦士じゃって確かにそうですね。さあ結びノルベサノリアは3勝1敗4日目黒星でした。とっかり大将は1勝3敗。この両者もかなり対戦回数はあることでしょうけれども、先場所はノルベサノリアが勝っています。中日の結びです。制限時間いっぱい。よしやっていきゃ。長田ぶつかりました。長田横田ノルベサノリア。ただいまの決まり手はすくい投げ。すくい投げでノルベサノリアの勝ち。豪快です。いっぱいを守りました。連敗はしなかった横綱。向こう正面解説鶴ヶ谷さん、いや見事なすくい投げでしたけれども、今そちらから見ていてどうですか。忘れてて、ガッといけるんですね。この時映ってない映ってないですよ。映ってない。アクション解説お願いします。ガッとこう腰を低くしてこうこうパタンとパタンと倒れたところ、ガッゴールカメラのことを向こう正面解説は駿河芳さんです。先場所まで幕の内で長く戦っておりました駿河芳さんでした。またぜひお越しくださいね。グッよろしくお願いします。グッありがとうございます。グッそして正面解説は三本さんです。はい、今の相撲でしたけれどもね、もうさっきので全部説明できたんじゃないですかもう拗ねちゃってもいやもうそうそう、あれに全部鼻鳴らすぐらいしてっちゃう。そうそう、鼻もうね、鼻も鳴らしますよ。それあんな暴れられちゃったんや。鼻も鳴らしますよそれは。弓取り式は小倉城であります。では館内の皆さんも一緒に優勝の覚悟をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。いや正面解説優勝さん、はい、嫉妬してしまうぐらいの正面解説があったんですけど、ね、まあ、ある意味ですごかったですね本当ね。それにしても東くんですね今日は。いや東くんちょっと本当に感動しました。あの動きされちゃまだまだやっぱり現役として残ってもらわないと困りますよ本当ね。最年長50歳東くんの伝説まだ続く。そして6日目は横綱戦です。いやね、まあ正直この1勝であとは失速する可能性もゼロじゃないですけど、まあまあでもその勢いが残ると信じてノルベサノリアにもなんかこう一石投じるいい一番をできるんじゃないかなと期待していますね。まあ一つ勝てば流れが変わりますからね、はい、東君は特に先場所も連敗止まった後一気に5連勝でしたからね。そうですね、横綱戦楽しみです。6日目この後お送りしてまいります。なお7日目が、予定としては久しぶりに地図クリエイティブスタジオで、1月以来ですね、はい、行う予定で、おります。お楽しみに。6日目この後お送りします。ここまで実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。もう先ほど締めましたからいいですね。向こう正面解説鶴ヶ谷さん、ね、向こう正面解説鶴ヶ谷さんでした。ありがとうございました。全勝が名古屋ギザギザ山、そして裏ことにの言うの2人だけとなった幕の内、どういう展開になるかまだまだ分かりません。この辺りで失礼します。みんなが歌い踊れば
海も花も星も答えてくれる。負けそうなことあったら一人じゃないこと思い出そう。